この自粛期間でさ、物とか買ったりしてさ、段ボールとか増えてきてないですか、最近。めっちゃ増えたね。それでまあなんか自粛期間で、はじめさんも、このお家をね、外壁全部段ボールにしたり。そっか、結構使ってんな、あと。そうそうそう。畑で迷路も作ってたし。そうそうそう。そしたらアマゾンさんがなんかある取り組みしてるらしくて、その名も、段ボールチャレンジ。段ボールチャレンジ？そう、段ボールチャレンジっていうのが、やっぱ買い物とかで溜まっていった段ボールを使って、ほうほう。工作とかして、楽しいおうち時間を過ごそうっていうアマゾンさんが今やってる取り組みなんだけど、それでじゃあせっかくだから今回俺らまだまだすげえいっぱい段ボールあるからさ、巨大な二足歩行とかして歩けちゃうすげえロボット作っちゃおうかと思って。はじめさん昔ロボット作ったんでしたっけ。俺昔ですね、全長30メートルぐらいかな。30、うん、めっちゃ人集めてロボット作ろうとしたんですけど無理でした。でかすぎるとね、段ボールの強度的にも不可能。ああ、じゃあ私がもう身をもって体験してるので、まあやっぱ二足歩行する段ボールロボットなんて俺らってか人間が作ったことないと思うんですよ。ない。だから今回このなんかスーパー知的インテリジェンス集団6人がいるんで、かっこけんすけを除く、かっこけんすけを除く、お、一番ジュニアさんなので、じゃあ6人で頭使って歩ける巨大ロボット作っていきましょう、うん、よっしゃ。ではレッツダンボールチャレンジ。ダンボールチャレンジ2回目。作るために地下に来ました。すごいね、ちょ来てそのまま。こんな感じでだから二足歩行するっていうイメージですね。はいはいはい。だから足には人が入ってないといけないんで、うん、人が入ってなおかつだから今みたいにちょっと浮いてないと動けないんだな。なるほどね。足はじゃあ最後になりそうだね。そうですね。どこから作っていきますか。まずじゃあ胴体の形だけ作っちゃいますか。はい、四角く畳んでくっつけてくっつけて。胴体は多分強度が大事なんで、あの腹筋のシックスパック的な。あ、そうそうそう、はい。これでまず4つ並べてみます。はい。これと思ったいって結構いい気がするな。だからこれだとちょっとダサいから、はい、ちょっと肉付けしてこうかっこよくしていきたい。はいはいはい。一回固めましょうか。完成。ずんぐりむっくりになっちゃう。だからここにね、というかなんか腕つけるように肩と、あ、肩ね、あるよ。いいね。ダサいダサい。こうつけて、ええやええや。だから胴体でしょ、肩でしょ。え、もうだって哲也と同じぐらいだよ。いや本当に、いやだってこれここがすげえ大事な気がするな、強度的に。このアマゾンの段ボールで手を保ったらできるから。確かに。で、多分強度が足りんから頭作ります。わかりました。じゃあはじめさん頭を作ってくれる。はい。で、頭をここに設置することによって2つも支えてより腕を落ちないようにする。なるほど。早速作業にかかります。はいはい、ではこちらでは段ボールロボの頭を作っていこうと思います。僕の悪い癖なんですけど、人に見られるとクリエイティビティ落ちるんで、一人でこっそり作らせて完成してから下に持っていこうと思います。本気出しちゃうよ。かつて段ボールで YouTuber を風靡した男ですから、私が一番段ボールの出すごいんですね。バチバチと作っていこうと思います。できました。何でしょう。ちょっとお腹すって力が出ないっていう座ってます。顔白っ。こういうことでな、イメージ。あ、そうです、そうです。しっかり丸くしたい。はい、じゃあここキープ。一番ロボだって。結構難題に直面してる。なんだい。いや、それはないっすよ、なんで。簡単そうに見えて難題なんだけど、腕をね、どう肩とジョイントさせるか。はめ込めれば一番丸いっすね。一回だけ見る。腕細いな。そこでね、あの工作に悩んでる皆さん、ダンボールチャレンジのね、サイトでね、いろんな人が作ったね、工作見れるから、それ参考にもできるよ。やべえやつ俺。いや、天才だよ、もう。すげえな、それ。どうしたどうした。私こっそり羽を作ってたんですけど、これ見てすごいダサいでしょ。今ものすごくダサいで、ものすごくダサいじゃんが、私すごいんですよ。そしておお、ぽい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 。こうやって三角形のこういうものを大量に作って、こうやって背中にバーってくっつけていくという。なんかウィングって呼べるの。そうそう。だから今はこの不格好ですけど、完成するときはもう、お前それ寿司に入ってるバランバ。
おい見てここ寿司屋ちゃう。でかほぼほら持たせれる。持たせます。耐えるそれ。耐えますやってみせます。セミついた。最悪最低折り紙でセミにしか見えない。最低セミじゃないのに全然セミだったね。セミじゃないのにできた。かっこいい見てよ見てすげえ。めちゃめちゃすげえ剣する。完璧だ。このね、手持つところにね。そうすげえ。さて、ガッチョよ。影ができることによってかっこいいやん。足続けてじゃあ、こちらで足制作。やばいやん。ゴリ邪魔。え、すごくない。これがつま先部分。そうそうそう。これに、後輩 B の、これを、ハブリーの、こう動いていくと。なるほど。で、こういけばこうよ。確かに。え、で、これもう一個かぶるの。もう一個かぶる。ああ、え、なんかすごくね。もう我々はこれで完成でいいんじゃないか。うん、では、あとは魂の頭を待つのみ。すんげえ頭くるんだろうな。外にいた方がいいっすか。外で開けるぞ。外で待ってよって。ふぅ、もうびっくりしよう。俺の中では最大級のびっくりなの。いや、今のは僕の中では、あ、これ今日は驚いてるやつだなって思ってでしょ。顔できました。おお、こちらです。てつやになってる。これてつやじゃないです、ロボです。これロボだ。ロボか。てつやっぽい顔に見えると思うんですけど、まあ人型の。なるほどね。確かにそこ目に行くんですけど、周り結構すごいですね。え、すごいよ。なんか侍みたい。すげえ。あ、でも結構マッチしてない。いい感じになってるっすよ。え、すごいすごい。首浮いてる。細いの置いとくかって。え、すごいすごい。こっちの足とか見てる。あー、びっくりした。ほら、これがリアクションよ。これがリアクションか。じゃあ組み立てよう。足誰入る。小さい方がいいかもしれない。じゃあ俺と鉄入る。装着。すごい、ロボットでは珍しい足にパイロットがいる機体です。ここにこれを乗せるってことでしょ。はい、せーの。はい。あ、すごい。でけえ。待って、ほんとでかい。行きます、しっかり押さえてください。任せろ。ではドッキング。うわー、乗っかって、せーせー。待って待って待って、すごい。皆さん、カメラから見えるこの姿、どう見てもロボットです。というわけで完成でーす。マジですごい。いや、すごいよ本当に。いや、これ何がすごいって歩けますからね。そこなんですよ。二足歩行できるのがこのロボットのすごいところなんで、頑張れ。すごい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 。確実に前進んでる。すごい。シールドがブランマーしてる。うわぁ、あぁ、あぁ、あぁ、おい、おい、てつやー。あ、ちょっと、ロボットー。大丈夫ですか。太陽の上がおでこしか光ってない今。はい、というわけでダンボールチャレンジいかがでしたか。いや、面白かったよ。めちゃめちゃ楽しかった。思ったよりできたっすね。使ってなかったダンボールリサイクルして遊べたんでね。余ったダンボールが無駄にならなくて良かった感じですね。そうですね。で、今回やったこのダンボールチャレンジなんですけども、はい、他のクリエイターさんもですね、リレー形式でなんとこれやっております。次はどのクリエイターがやるのでしょうか、お楽しみに。で、これまで参加したクリエイターさんは Amazon のハッシュタグダンボールチャレンジでチェックできますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。でですね、皆さん、はい、Amazon といえばセールあるんですよ。ブラックフライデー&サイバーマニアが実施されます。11月27日の9時から12月1日の23時59分まで実施されております。もうスペシャルな商品がスペシャルな価格でセールされますので、皆さんぜひチェックしてみてください。すごかったよ本当に。ちょっとまたやりたいですね、ダンボールチャレンジ。ダンボールチャレンジ。でですね、皆さん、アマゾンといえばセールあるんですよ。ブラックマンデー&サイバー、あれ、ブラックフライデーとサイバーマンデーですね。アマゾンさんの超スペシャルセール。
ブラックマンデーとブラックフライデーとサイバーマンデー、ブラックフライデーとサイバーマンデーが開催されます。11月の27日の9時から、ブラックフライデー&サイバーマンデー、ブラックマンデー&サイバー、あ、ブラックフライデーです。やばい、絶対忘れる、無理。ブラックフライデー&サイバーマンデーですね、はい、超スペシャルセール、ブラックフライデー、合ってるの、ちょっと一回落ち着きますね。ブラックフライデー、サイバーマンデー、超スペシャルセール、ブラックスフライデー、超スペシャルセール、ブラックフライデー&サイバーマンデーが実施されます。おーい。